どうもどうもお疲れ様でした。お疲れ様でした。そして申し訳ございませんでした。<ん> <laughs> いやいやいや<笑><笑>今日はねあの、歩行が行われるというか。いや、そうなんですよ。歩行。いや、あの、まあ、まさにプロット資でいくようなことになってしまったんですね。あそう面白かったです。はい。いや、要は、今日はこういう話をしたいのである、お伝えしたいのであるっていうのは、うん プランとしてあってでなんですけどもそ,それの,あの多分ん3分の1ぐらいまででタイムリミットが来てしまったそれはまあただじゃあ3分の1の情報量だったかというとそ,、はい、それも多分なくてその途中分岐が起きてでその分岐に僕がまあ乗っかって自分で起こした分岐なんですけども、うん、そこを掘ってったんですよね。 割とその何んですかね本質的な話になってしまったというかなっていきましたなっていきましただその選択は間違ってなかったんだと思うんですけども、うん、あのそれにしてもこれでもしこの本来用意していたそのまあスライドが今日509枚用意して <laughs> 509枚ですからね百七 <laughs>、うん、170枚までで時間がつきたんですよ、ね、そうね <laughs> で、これを、その、もちろんありがたいことにチャットでそのまま続投してくださいっていうかね、こう、えはい、そ,それでも全然 OK ですって言ってくださる方もいましたけど、どう考えても、あと2時間はまあかかるっていう風な感じになってましたと皆さんのそのご負担と、 その運営サイトのご負担もそうだし、はい、見る立ち回りもあるから、ってこと考えたときに、これは分けた方がいいなと。で、だからといって、うん、その用意している話を来週の授業に持ち越すわけにもいかないなと。その来週からもやらなきゃいけない話とか、取り上げようとしてるトピック、てんこ盛りなので。なので、えっと、残りの分に関しては、その、あの、取りますと。<laughs> の <laughs> あの、動画をね。動画をね。三家さんが、はい。 誰もいない、誰の反応もない中、<laughs> 僕が一人で授業をして、それを録画しますと、それで。なので、それを、あの、えー、週の授業までにあの、またアップしていただいて、まあ、そちらも見ていただくててい、ね、まあそれを、まあ、いい言い方をすれば、歩行っていう。歩行っていう。言ってるっていう話でしょね。そうですね。たまにありますけどね、その歩行いありますはい 去年の一昨年もなんか一回ずつぐらいあったような気がしますやってました、<の>やってました。とういうこともある。うん。で、まあ、なんですかね、今日は本当はここまでだったんですって言ってしまう手もあるのに、だめ、できないですね、そう <laughs> <laughs> そうですね。<laughs> 確かになぜそうなったのかっていうのは、でも今日、今日の講義で講座出てくださってた方なの分かったと思うんですけどね、その僕も、あの、 授業をこう、こう講座を見ながら、あ今、プロット分岐が起きたっていう、う <laughs> まさにそのプロット講座の中のプロットっていうのが。そうですね。で、あ、三宅さん、そっちに行ったっていうのが、ああそ,うそう。で、それが、そう、あの、なんですかね、まるっきり違うトピックではないんで、<あ>そ,<の>そうです。ですものすごくこう、今日のトピックが立ち上がってきたってことですね。今日はこういうい 経緯をたどりながらってなってたこと自体はやってるんだけど、うん、あのそこでこう今日の何かテーマのようなものが立ち上がってきちゃったんですよねそのライブの中でで,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 で僕はそっちに行ったんですよねで、うん、それはそれで良かったと思ってます。良かったと思ってるしまあ実際チャットも盛り上がったし、うん 反応も皆さん良かったし、ありがたいんですけどね。で、ま、間違ってないとは思うんですけども、だからといって、用意してたものを切り捨てる気もないっていうか、<laughs> そうそうそう。じゃあこれはなかったことにして、3期はこの話なしで、うん、来年4期でもうちょっとうまく調整して入れようって、はなりたくないんでしょうね。はい。はあ、<laughs> その、なので、まあ、 二時間とは言いましたけども、二時間に収まらないような気もするんですけど、単に一コマ増えるっていうことにまあなりそうっていう。そうですよ、そうですよ。だから二時間って一コマですもんね。二時間半か。そう,ねまあ、2そう、二時間半になっちゃいそうな予感っていう。まあ、なので、まあそ、それをぜひあの、あの、楽しんでいただけるとありがたいですね。<laughs> その、わ一コマ増えたと思っていただけるとありがたいですよ。<laughs> うわ一コマ増えたよというよりは。<laughs> そういう人いるんですかね。わかんない、わかんない <laughs>、うん まあいなないないいい、ええ、いいかかわんんけどそこをちょっとと楽しんでたただきたいなと思います,、ね思いますね、いや本当に今日はその話していただいたことっていうのはすっごい重要なことで、うん、そのなんていうか今日あの三宅さんが途中でおっしゃっていただきましたけどその頭がね頭からこう湯気が出てきてうん、うん、その、まあ、感情とそのそてなんですかエモーショナルなことともうちょっとこう秩序立てて考えることとっい、はい、やっぱり分けた方がいいだろうっていうおっしゃってたのが、はい、まさにそのプロットとか、うん、我々の作劇とか。 っってていいううのととと同じ構造だだなと思思てて全くそうだと思います、うんうん、だから確かにこう今日はここまでっていうのが、まあ十分濃かったですしまあそうですね<の>だからそれを反すしていただいたりその自分の腑に落としていただいたり、うん、あるいは最後にそのあるゲーム性のあるトピックみたいなものも出したのでまあそこを楽しんでいただくというかその。うん あの、筋トレ用のグッズと言いますかね、実施というかね、そういうことに今日の話からこうスイッチ入った方もいらっしゃると思うんですね。その、うんうん、思います、ね、あのまあ勇気が湧いたみたいな書き込みもありましたし。ありましたしね。はい。いや、だったらよかっただ。だったらもうその情動の方を大事にした方が今日よくて、これにまた新たなフェーズの話すると多分な,なんだかよくわかんなくなるんだっていう、その、しかもそれを急ぎ足でやろうとすると、あの、何ていうんですかね、あの、 たまにそういう作劇があるんですけどね。その、もう一声、もう一声みたいになったら結局、みたいな、<laughs> その、<laughs> 大体あの125分ぐらいの上映時間の映画によく見られる傾向なんですよ。<laughs> 125分 <laughs> 大体110分ぐらいがなんだろうなっていう本来大事なものは、まあその後に、まあそこに15分ぐらい加わるみたいなことで、 結局よく分かんなくなっちゃったぞみたいなパターンがあるんですよ。<ー>で、それはどっちかっいうとエンタメ映画分析講座シリーズでやる話だと思うんですけど、まあ、それになりそうなんで、あの、ちょっとあえて切り上げると今日はねっていうふうな形にまさせていただいたんですよね。うん、なので切り分けたその歩行がまた皆さんには、うん、あの受講者にはまた動画で。そうですね ご案内が行くということになりますね。はい。これ撮った後に私で録画します <laughs> <laughs> お疲れ様です。終わった後にもいやいや全然別にもあの一回ちょっとねテンションこう戻すのにちょ <laughs> で,、ね、<laughs> で面白いのはなんか面白いなと思ったのはそのまあ講座でそのプロットが立ち上がってまあそっちにこう三宅さんが舵を切って。ええ でそのなんかその感じっていうのが、うん、その講座終わった後の、その我々のね、そのうちうちのミーティングにもまだ残ってるような気がして、なんかそういうのが、周りにもこう、なん,うんですかね、伝染してるというか、はい、波及してましたね。波及してましたね、なんか面白かったなと思って、のあの、授業の後にいつも打ち合わせをするんですね、皆さんとね、<え>ズーム上でね、その要は、今週こうだった、来週、どうしようでそのための準備こうしようみたいな、まあ割とその、なん,ていうんですか、あの、 業務連絡的なやり取りである程度で切り上げて放送後期に我々で取るっていうのが基本なんですけどもでもその業務連絡の域を超えた話になりましたね今日はそうでしたねそうんかみんなこう少なからず今日の講義の波及によるものなのかなという気はしますね動き動いてるんですねだからなんですかプロットが動いてる感じですねそれに その今日の話に何かこうつながる因果関係があるような何か自分の中のトピックがこう引き出されていった感じが各自がそういう感じになってまかりますかります。うん、だからおいおい、まあ、後期かな、えー、とサブプロットについて掘り下げるっていうのがありますけども、うん、あの群像劇にちのサブプロットに近い状態が今日の放課後っていうかそのうん、うん、業務連絡であるはずの やり取りの中で起きてた気はしますねだからベクトルがキャラクターごとに走るっていうで、うん、それがまあ大きく一つにあの実はまだ束ねるとこまで行ってないんだけど、まあ、束ねられそうな状態みたいなのがさっきまで起きてたっていう印象で、うん、それは悪いことではないと思ってるんですよね、うん、そのす,すごくなんかこう。 ご自分の物語にフィードバックされている方が何人かおられるから、この業務連絡の場で。だから、こういうことになっていくんだろうなっていう感じがして、<laughs> つまり、まあ、それに近いことは今日、チャットでも多分起きてたはずで、はい、そうですね。皆さんの物語に、こう、降りやすかったというのは、まあ、いいことかもしれません。うん、そうですね。 または今回割とこう初めて受けるって方が割とこう見受けられて、その講座の、はい、講座の方で、あとその例えばスクリプトドクターの脚本教室とかも、うん、あのまだ読んでない方とか、あこれから読む方っていう方もいらっしゃるかなと思って、うん、そういう時に今日のあのカリキュラムというか、授業の,っていうのは結果としてね、結果としてのカリキュラム。はい、非常に良かったんじゃないかな。だったら良この講座の特徴というか、 ははい、はいか、はいうん、かります非常になな回だったかなかあのどうしても精度を上げようとするんですよねあの3回目だし、うん、あのもっとこ,うこの要素もあの要素もって、まあ、こちらとしてはサービス精神のつもりなんですけど、はいうん、でもそれが何ていうんですかねあの余白をなくすっていうことも起こりうるっていうそういう、まあ、あの光と影といいましょうかねそうかの部分があるというのは思っていて。はいはいうん でまあ、なんで、今日はなんか感覚的にこっちなんだろうなつて、ま乗っかっちゃったっていう感じなんですよね。うんうん、だから多分あの、そういう瞬間もでも大事なんだと思うんですよね。その 特に3期で、そのまあ、僕の背景をあまりご存じない方も結構受けてくださってるわけでね、今回は。うん、我々の本もお読みでなかったり、別に読まなくてもいいんですよっていうよ、読んでのいけないってことじゃないんで、しょっと言 <laughs> 通りなので、うん、読まなく読んでないと分かんない話をするつもりもないんでね。だけど、そこで読んで、そのつまり読んでないっていうことで抜け落ちている部分。うんうん、あのー 抜け落ちてるってちょっとなんか悪いことみたいですけど、単純にそこを通ってらっしゃらないっていう風になってて。はいはい、自分たちにとっては基地のことだから、もうすでに知っていることだから価値がないだろうと。あ,あの、この講座の中で入れてしまうと、その、なんていうのその、これも良かれと思って自分はずっとやってきたことですけども、うんうん、本読めばわかる話は、 するのが失礼なんじゃないかっていうふうにまあ思ってしまうってことですね。はい。払って受けてくださってるから、より新しい情報とか、その突っ込んだ話をしなければいけないと思ってんだけど、うん、でも今日みたいな浄土、まあ認知から浄土の話になってて、まあある意味ね、認知と浄土自体は先週のトピックですけども、まあそれをさらに掘っていくような流れになってった時に、まあ我々がもう10年前に、 ぐらいに出したあの本っていうのは、まさにこういうふうに立ち上がってきた、この感情で立ち上がってきたものだったよねってことやっぱり話しながら思うわけですね。で、そうすると、はいはい、だとしたらその話をするのが逆に自然というか、そこに通じる話になっていくのは、ああまあなんていうんですかね、こう、まあ定めという峠さですけども、その知ったことだよなという気もしたんですよ。 でも、あの、何分目かちょっとわかんないですけど、動画を確認するにはわかんないですけど、なんかある瞬間があって、やべえと思ったんですよね。<laughs> やべえ。<laughs> なんかね、その、これ、これ今、分岐起きた。<laughs> やべえ。<れ>そっち選んじゃったって選んじゃったってったやべえってって、<laughs> まあいいかっていう感じでね、ちょっと突き進んでしまいました。うん、なんか、そう、本当ああ、これがプロットだよなーって、その、わかります。なんか 醍醐味でしたね、もう。醍醐味でしたね。<laughs> 醍醐味を感じながら。<laughs> 大きく企画はずれてないんだが、みたいな感じでし、ね。そうそうです、そうです、そうです。わかります。すうん、だから、その、なん,ていうんですかね、その、なんかこれだよなって思ったんですよね、その。わかります、わかります。ます最後のシーンとかっていうのは、後からできちゃうじゃんとか。そうそう、僕が普段言ってることですよね。<laughs> そう、普段おっしゃってることが、まさに目の前で起きるんだよなと思って。なお、一、うん、本の話だと思って見てたら、 最後、ー b Continued ーって出たぞみたいな話でね、その。よかったですね。シーズンまたきみたいになっちゃいましたね、結局。<laughs> でもまたそれがその内容にも合ってるやり方に結果になってるっていう、その。そういうのがねやっぱ、なん,ていうんですかね、そう考えてやったんでしょうじゃないところがやっぱ面白いと思って。いや、でもそうだと思います。だから多分、まさに今日お伝えしたかったそういうことなんですよね。うん。うんあの どうしてもそのうまくいかない。プロットの立て方がうまくいかない。プロットの詰め方がうまくいかない。まあ、もしくはプロットがそもそもうまくいかないとか、うん、ネームの場合もあると思うんですけど。はい、で、それは提出された側、例えば吉野さん編集者の方とか、うん、提出された人からすると、その提出された集合体としてやはり見るわけで、うん、見ざるを得ないですよね。だから でもちろんわざわざ書いてくるわけだしわざわざまあプロを目指してる人もしくは仕事いろいろあると思うんですけどそのこの段階は当然クリアしてるからこういうものを書いてその世に出たいと思ってるわけでしょ、うん、ともしくはこういうふうなものを扱ってるんだからそれだけの覚悟があってこの題材で書いてるんでしょというふうな前提に多分立つけども必ずしもそうとは限らない場合もある。そのうん その人がずっとそうだってじゃなくて、その、その個体がね、個体が、その、自分の中で湧き上がった、その、出発点の感情とか、こう、種のようなものは間違いなく本物だったとしても、あの、それを、こう、表に表す、まあ、表現という形で、やろうとしたときに、ベクトルが途中で止まってしまった。だけど、なんとかしてそれを、 保とうとするっていうことが、結果的には本当は素直じゃない抗い方に多分なっていてうん、うん、そのなんかおかしな方向に行ってしまうとか、それを無理やりこう、現状の技術や経験値や、そういったようなもので、まあ言葉すっごい悪い言葉あえて言えば、ごまかしごまかしなんとか完成までこぎつけたっていうようなものだったとして、で、それを例えば隠したいわけですよね。 うん、うまくいってないんですよって言わないで出したいとする、うん、そうしたら出された側はそれをその思考プロセス分かんないわけだから読んでいていやこういうことだったらっ入り口どうしようになる <laughs> でそのこういうことだったらさのこういうことだったらと解釈された部分にそもそもズレが生じる可能性があるわけじゃないですかその要は理解できる部分にパクッと食いつこうと当然するわけだからそれは実を言うとあの スムーズに見えてていいいる部分っていうのが罠かもかもわんないですよねそれは実を言うとパッチワーク的に入ってる要素かもしれないしあとそもそもそれが一番やりたかったことかどうかもわかんないんだけどうん、うん、やりたいことがどうもあるんだけどそれが自分がやりたいことなんだっていう確信を持つに至らないで書き始めてしまうケースっていうのはそれの良し悪しをジャッジするつもりはなくてそ,それやりだすと話ずれるから。 まあ、真理の話だけを僕はしたいんですけどもそういう状態で組み上げたものっていうのはそれ以外の部分っていうのは無理に入れてるものであることが多いわけですよね。だけど無理に入れてるっていうふうなどれがそれでどれをやりたくてそうなってんのかがもはやわからないみたいな状態になるとその今言ったこういうことだったら差が入ってしまうんで。その で、そういうことなのかなと。いや、そういうことじゃないんです。でも、その、ずれるし。そういうことなのかなっていうのも、うん、必ずしも、まあ、早がてである可能性も結構あるしっていう。うん。っていうふうに、今日の分岐とはまた別の意味での、なんかこう、ずれが起きてってしまう。うん、で、それを一人で持ち帰って、なんとかしようとするってなったときに、うん スタートラインがその元の種ではなくまで戻らないで、無理に組み上げたものに、そういうことだったら差がスタートラインになっちゃうわけじゃないですか。そこから考えていったときに、もうその段階で大元の種からずれてたら、僕らはし本当になんていうの身も蓋もない状況に結構なるんですよ脚本家って。だから、そうなったらそうなったら何とかせにあかんのですよ。間に合わないと撮影されないから。多分 そうすると、それはものすごい人数に迷惑がかかるし、経済的な問題も起きるから、そこは逆に言うと技術で対応するわけです。だから脚本家ってすごい、あの、ある意味、すごい変な構造で、デビューした段階で技術がないといけないっていうことになっちゃうんですよ。そはいはいはい。<laughs> <laughs> そうですよね。そうなんで,なんですよ。うん、そうなんですよ。で、しかもアシスタントっていう概念がないから、その、例えばカメラマンになりたいっていう人が撮影助手。 照明マンになりたいって人が照明助手。録音もしっかり、編集もしっかり。で、監督になりたい人が助監督、プロデューサーになりたい人がアシスタント、プロデューサーみたいなのがないんでしょ脚本家っていきなり脚本家になんないといけない、ね。脚本家じゃ。そうすると結果的にすごく狭き門になってしまうっていう。っていうのがあるわけです。で、まあ、それとはまた別に、いや、そょ、なんですかね、こう、こう、 積み上げられていく経験値みたいなものがなかなか得られないっていう状態の中で、うん、その常にスタートラインっていうものを誤りながらリライトしようとして一人でうんうんうなるとそのなんていうんですかねもうつかみどころもよりどころもないっていうふうになった時にだいたい思考が自罰的か多罰的かになってしまうわけじゃないですかその私ってダメだなのか。 ああいう、あそこに気づかないあの編集者はダメやなのか。うん、ねで、でもそれが唯一の自分のその業界とのコネクトだっつって、なんとかせにあかん。なんとかせにあかんけど経験値が追いつかない。もしくはそもそも今の段階のスタートラインだと乗れないみたいな。だから結局違うのを書いてみました。みたいなことですそう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 。で,でもその違うのは、 生まれるべくして生まれてきている子ではないから、その、あくまでもこっちの子をじゃないものっていう、そのことでしかないから、うんうん、そ,それはまあ、それで何かがこもってないわけですよね。うん、その、うんうんうん,うん、うん、それはつまり、急ぎ働きで作ったものっていうふうになって、じゃあ、急ぎ働きでも、まあ、これ、後期に今回やろうとしてますけども、その、プロは、旧大点っていうものを、まず、 提出するラインなければならんと少なくとも僕らの世界はそうなす。そうするとその旧大店っていうものをにまで持ってってさらにそこから仕上げに向けてさらに 20%30% 上げていくっていうスタートラインっていうんですか共有するその原則になっていくスタートラインっていうのの旧大店までまず最初のバージョンをどうやって上げていくのかっていう技術の話はまた後期にやりますけど。うんうんうん そうなってないものっていう。で、しかもこの間のとも違う。この間出されたものとも違う。読む側は困惑する。うん、って話になりますよね。<laughs> なります。で、持ち込みの場合は多分、なんかいいの浮かんだらまた持ってきてくださいよ。なるんでしょっていうこと <laughs> なるなるなるだる。そうするとこれ今度自己嫌悪みたいなものが今度勝手が、カツピが、思っちゃいますよね。 でそうすると、それは恐怖の種になりますよね、当然。あの。なるほど。はい、そうですまたあれが起きてしまうんではないか。で、ああはなりたくない。で、もっと、なんかこう無能だと思われちゃったんじゃないか。じゃあ、もっといいものを作んなきゃ。というふうには形で気軽に書いて、気軽に見てもらうみたいなことから、どんどん遠のいて、そういう編集する、ね、吉野さんたちの側からすると、 そういえばあの人全然連絡来なななないいなみたいなことになってそういうことですよね。で僕この循環をずっと何年も聞かされてるから「いやちょっと待てよと」とそ,それは本当にそんな才能とかそういう大,大きな話なのかとその。でじゃあ逆に言うとそのそこういう話するとじゃあネームにしないと読んでもらえないんだ構造論みたいな構造論み話になったり。はいうん すするわけですよねそれ,それはその人その人の立場からするといろいろな認識とか不満とかその思ってらっしゃることいっぱいあるから当然いろんな人からいろんなその話になるんだけど、うん、もう僕はそれもちょっとなんていうのかなそ,その議論は多分混乱を招くと思ってて僕はそこに乗っかるつもりじゃなくていや要はそのこの授業は少なくとも書き手で苦しんでらっしゃる方に向けて基本的には組んでいるからじゃあどういうふうにその、うん うん、自分が書きたいものっていうのに、それがよく分かんないまま書いちゃいました。うん、技術がないからうまく書き上げられませんでした。じゃあ、それはしょうがないじゃんと、そこ,そこは、じゃあ、そうだとしてさっていう話からだと思うんですよ。だって、過去は戻せないっていうか、こうねうん、そう思う。だから、うん、じゃあ、じゃあ、どうやったらその、その、気づけるのか。その 書きたいものに気づけるのそのこれ、似て非なるだと思うんですよ書きたいものを見つけるっていうふうに、見つけられてない自分が悪いんだ。うん、で、出された、読んだからは、あなたの書きたいものを書いてくれていいんですよ、書いてくださいよ、むしろ。私ってって言って、で、置き手紙残して、ちょっとインド行ってきますみたいになる, <laughs> なるから <laughs> ね。つまり、自分の中にないって思っちゃうっていう、はい。ははいい 私には書きたいものなんてないんです。うん、という認識であろうことは想像するのはがたくない想像にがたくないと言いましょうかその私もそうだったからかつてですけどもそれは僕の今の僕の感覚からするとないんじゃなくてあの気づいてないに近いんですよね。こ去って。 こ,ここがすごく今日大事なところだったっていうことなんですよね,そうですね。そうですね。そうそうそう。探すんじゃなくて気づくんだよっていうね。そうなんですよ。なんか、それはね、わかりますよ。うん、その、あの、なんコストコに行って売ってんだったら買っちゃおうかなみたいなトコでしょ <laughs> その、年会費払ってね。そう、そうどこに売ってんのかなみたいな、そうわかるけど。うん、いや、そうじゃないんですよね。うじないっていう。うん でも、すごくこう、気づけると、なんか、他がボロ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 と、いろんなことに気づいていけるような感じがしますもんね。この、自分の中にあるっていうことに気づくこと。おっしゃる通りだと思います。だから、仕分けももちろん必要で、あのうん、考え方の、その、うん、これも前前から気になってることですけども、その、例えば、吉野さんの話としてよく聞くのは、 出されたものが、まあ、こある混迷の状態にある。はい、で、頑張ってほしいし、楽しんで書いてほしいし、もっと良くなってほしいからと思って、吉野さんとしては言葉を選んで伝えることっていうのが当然あそれは時にアドバイスなのか、うん、あの問題提起なのかあ、いろいろだと思いますね。その問いかけであったり。うん、それはまあ多分、テレンテクでは当然終わりだと思うし、まあ、いろいろ状況によって、その、 選択肢の幅はあるんだとは思うんですけどもでもいずれにしてもより、あのー、効果的というかねそのよりより良い結果に結びついてほしいなと思っておっしゃることなわけじゃないですか当然当た、うんうん、り前ですけど、うんうん、でそれを言われた側の中にそのつまりあまり響かないとかまたずれたとその次上がってくるのがなんかずれてしまった 前の方がまだ良かった。うんうん、もしくはこういうことじゃないのにな、みたいな話って、まあ昔からよくありますよね。で、はい、その時の、その、アドバイスの言葉をじゃあもっと、その何て言うんですか、寄り添うようにすればいいんじゃないかとか、うんうん、こう柔らかい言い方がいいのかなとか、あるいは場合によってはちょっと厳しい方がいいのかなみたいな論とは別に、受け取る側のマインドが、 その打ち合わせに向けてすでに始まっちゃっている物語があって、その流れっていうの,のに影響をどうしても与えてしまうわけですから。で、その流れっていうのがある思い込みを本人は持ってる可能性もあって、僕はそこがあの実は種だと思ってるんですよね。腫、うん、れ物に触るように接すればいいって話では多分ないし。なないない だからあんま関係ないんですよね。厳しい、厳しくないとかでどうしてもそういうところに話がフォーカスされがちなんですよね。その、一般論化しやすいから、その、具体の例とは別の話として話しやすいから、どうしてもそういうことになりがちなんだけど、うん、もうちょっと精神的な、心理的な構造で考えたときに、うん、僕はもっと話が実は単純なのかなと思ってるのは、書き上げてしまったと、無理くりに。書き上げてしまったということ自体が実は結構罠で、 書き上がってしまったんだから、もはや企画を疑うということはタブーだというふうに思ってないかと、その、書、うん、いちゃった人が、その、書いちゃった人がですね。書いちゃった人が。だから、それは、そ、そもそも、その着手が早いのかもしれない、その、その発想の種を、 芽が出てると思い込んでるけど、実は種は種でしかなかったんで、その種は種でしかないものを、芽が出てるからきっとこっちだね、つってで、それは芽はよく見ると出てない芽かもわかんない。うん、<laughs> よく見ると種だけど、なんか半透明透けてなんか出てる気がするす、それは出てないかもしれないみたいな。うん、で、ある早がてをして、かけ始めてしまった。着手してしまった。思ったようにならない。で、思いがけないひらめきにもならない。 ね、思ったようにならないっていうのが悪いことじゃないですよね、必ずしも。だって今日の授業だって思ったようになってないんだから、結局その <laughs> そう。そうですよ。思ったようになってないの。な <laughs> い,いんですよ。<laughs> だって今日僕509ページスライドを用意して臨んだのに、170ページまで時間来るっていうのは思ったようになってないってことだから、でもその代わり、思いもしなかった可能性が途中で立ち上がったから、それはプロットが発生したということなわけじゃないですか。うん、ね。で、テルノと同じなんですよね。だけど、その、 企画そのものを、そう、思考して掘ってて、でうん、うんあ、こういうことをしたいかもしれない。で、その時のこういうことっていうのは、着手するときっていうのは頭からお尻まで全部見えてないと着手しちゃいけないっていうふうに思い込んでる人結構いないかなと。はい、はい、はい。ね、そういうことじゃない。むしろ、最初にこうグラブできるとか、掴むというか、その、うん 何でもいいんですよ。その、掴むもの、橋の欄干でもいいし、電車の何でもいい、なんかでいいんでしょう。そんな、なんかこう、一歩目なんですよね。その一歩目がもう、いても立ってもいらんないというか、こう、この道を進みたいっていう、うん、この、その物語を紡ぎたい、このキャラクターが来たいっていう、その、そこがグラブされてれば、 常に起きる分岐まで、その都度戻れば大きな問題にはならない。その小さい個別の問題を解決していけば済むわけで、うん、それには大元のそのグラブできるその企画を、あのー、なんていうのかな、見つめる、掘り下げるって言い方もまた誤解を生むけど、うん、まあまあでもそういうような思考がそもそも必要な段階で、 それがあたかもできているかのように、うん、結果的に作った細かい描写みたいなものとかは一個一個のその何、うん、ですかこう端末みたいな部分をいじるっていうことをして、うん、本質が解決するのを見たことが僕はこの30年間一度もないんですよ。 うまいこと乗り切ったねでしかないんですよね。そ,ううんそれは多分、もうベテランのなせる技で、そので、それはどちらかというと。だから、エンターメが分析講座ツでやったターミネーターニューフェイトみたいなことなんですよ。あれは、まさにそういうものですよね。なんとかしよう、なんとかしようとしてるっていう。なんとかせざるを得ない方、なんとかしようとしてるっていう。 <laughs> でそれはやっぱりでもああのプロのもう本当にこうあのしかも個人芸術じゃないからなんとかなってるわけでそのこう目先っていうものをこう誘導するとかってやり方でまあつまり乗り切ったっていうことでしかない。<laughs> うん、でそれはあまりそのまあいいことではそもそもない上にそ,のそれができてたらそもそもその壁にぶつかってないよねっていう問題もあるわけです、ねあうん、そっか,そっか うん、と思うんですよ、僕は。だから、うんうん、僕は、その、そこの仕分け、その思考の仕分け、今、今使う思考仕方は、こっちのやつ。うん、<laughs> で、こ、この思考の仕方が必要なのは、もうちょっと後とかっていうのが、うんうん、こう、 ごっちゃになっちゃってるとくたびれちゃうんじゃないかなっていうのがやっぱりすごく思うんですよね。うんうん、ごっちゃになると分からなくなりますもんね、そもそもが,が、うんうん。ずっとだから思い悩んじゃうっていうのに入っちゃいますもんね。入っちゃう。考えてるつもり、うん、ご本人は考えてるつもり。だけど、それは実は思い悩んでるという思考の流れに極めて近い。うん、で、その思い悩んでるという状態では、ひらめかないですよね。と、うん、いうことです。うんうん、考えてれば、絶対に、 解決策は出るその解決策が間違ってたとしてもそれは解決じゃないじゃんって話なんですけどじゃあ解決って言い方がおかしいんだったら打開でもいいですよ。要するに状況を変えるっていうアイディアは絶対出るんですよ考えてれば。それは間違ってたとしても。でもそれが思いつかないっていうのはどちらかというと思い悩んでる思考の時には出てこない。 <ん>思い悩んでる思考っていうのは考えるっていうそのつまり時間を前に進めていくという着想というよりはどちらかというと昔へ戻っていくんですよねそのこういろいろ思い出してで未来に向かって今に集中するんじゃなくてどんどん集中力が過去の方に一定であんなことを言われたこんなこと言われたあんなことを思っちゃったこんなこと思っちゃった で、そういえば今思い出せば17の夏こんなことがあったみたいな、こうだん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 飛び火してって、みたいなことに、まあ、心理的にはなりやすい。で、これは、あの、ひらめきとはだいぶ遠い。で、今日で言うと、その、気づくっていう、あの気づくっていうその心理状態は、ひらめくに非常に近いわけですよね、その。あ、そういうことかっていう。その ね、でこの感じっていうものがこう、あのー、集中度をすごく上げるわけですよね。うんうん、でやっぱりそのここの,そのこう気持ちというかこう気持ちっていうとまた曖昧な、ね、考え方ですかね。その思考の、うん、仕方っていうのがそもそもこうちゃんと仕分けする。そういう多分。あのー 大げさに言えば、めんどくさく聞こえたらあれですけど、トレーニングが多分必要、ね、は,いはい、はい、はい。本番でいきなりやるんじゃなくて、その、うん、うん、うん。まあ本番も含めてですけど、つまり、で、それはまあまたこれもあんま好きな言葉じゃないですけど、経験値、うん、ですよね。結局、そのやっぱり経験すればするほど、その、自分で自分をコントロールしやすくなるわけですよね、当然。うん,うん。そうですよね。筋肉ってそういうもんですよねっていう。うん うん、だそこに非常に近い。だからテンプレじゃないってことなんですよね。そのテンプレで安心するのはわかるんですよ。そのテンプレがあると安心するのはわかるし、<laughs> テンプレにすがりたく何度もわかるんだけど、多分テンプレはテンプレでしかないんですよ。だから、どう使うかだとる<え>ですね。どう使うかだと<う>結局自分が試されちゃうから。 どう考えてるかになっちゃいますからね、やっぱり。うん、テンプレって、ピタッと必要なタイミングで必要なところにはまってったら、別に全然いいんですけど、うんうん、じゃないと、違うそもそも形の状態の、なんかこう、パズルみたいなのが用意されてるのに、そこにその全然違う形のピースを、いや、これテンプレだからっつって、こう、端削ったり、どっか折ったりしながら、ほら、ハマったみたいな。で、それハマってないんですよね、その。 そこに必要なものじゃないからか。だからうん、うん、<laughs> どうしてもテンプレに対するそのある盲信みたいなものが結果的にその臨機応変っていうその技術、うん、その柔軟な思考っていうかねあ,のああこっちかっていうそのあ,あだったらっていうそのイエスっていうふうになっていくその。 能力っていうものが、まあ、いつまでも落ちてこない。そのうん、っていうのは、の方が重要なんじゃないかと思ってる。ここをなんとかするっていう話の方が重要なんじゃないかと思っているから、今日のようなことになってしまった。いや、面白いですよね。本当に面白かったな <laughs> 本当気づいたんですもんね、だってあれは。 うんうん、三宅さんの中での気づきがあったわけですしそうですそうですそうですそうおっしゃる通りですそれは何かこう確信めいて気づくっていう気づきってそういうものじゃないですからねそうなんですねなんかその時にどう自分が反応するかっていうものの、ね、あまさにか、ね、だからひらめいたに近いですよね、うん、そのひらめきですよね、うん、その時に あのそっちの道を選ぶっていうか、だからそういうことで、うん、ツアーのスケジュールはぐだぐだになるかもしれないですね。うん、その、<laughs> その、旅に例える旅にたそうです、ね。いや、だって何時何分にどこどこで昼食っていうふうにもう、あの旅の書類に書いてあったでしょ、と、その、今そこそっち曲がっちゃったら、その後のスケジュールがぐちゃぐちゃになっちゃうじゃないということを言わなきゃいけない立場の人も世の中にはいるから、その、なんだけど、その、 帳尻って合えばいいっていうところもあって、旅って、その、うん、その本当の部分、本当に本質っていうか、本当に必要なことと、そうでないものっていうのは、あの、物事には必ず、優先順位みたいなのが多分あって。あの、で、プロットもそうだと思ってるんですよ、僕。プロットというものも、そもそも。あの、プロットで、正解を狙うのではなく、プロットを書くから気づく、その、うん こういう可能性もある。あ、こっちという点もあるっていうのは書かないと分かんないんですよ。それを1文字目からか本番のように書いていって、まあ、それで、あのー、うまくいく場合もありますよ。それはでも相当な経験値ですよ、やっぱり。だし、もっと言っちゃうと1行目から書くのもどうかと思うんですよね。そのつまり何でかというと、入り口がの精度っていうものが問われ始めてしまうからね。そのはいはい、そうですね。うん いや、いますよ。だから、その逆に、その、こうワクワクしながら紡いでないひ人が出したアマチュアの脚本なんかよく読むと、シーン1だけやたら、その細かい文言 <laughs> すっげえ直したんだろうな、みたいになってる。<laughs> あの、ああ <laughs> <laughs> <で>。そう、わかります。その人にとっては、 今目の前では大事なことなのかもしれないんだけど、所得の人間からすると、その手にオファーみたいなのは別どっちでもいいんだけどねって、その。<laughs> <laughs> <laughs> わあ、それ気をつけたいですね。わかります、わかります。なんか新一だけ十回直したでしょみたいな本ここは本質じゃないですよねって、だって特に僕らは時間芸術だから、 ああし、いや、新一の時間を終えたらもう戻ってこないものだから、そこを、に執着してもしょうがないんですよ。でもそれがよりどころだと思い込んでしまうから、そこの文言に執着したんですよね。だけど、あんまりそれは意味ないよねっていう、その、うん、どんどんむしろ突き進んでいく。突き進んでいくっていうのは別になんか、ちょっとつ盲信なストーリーがいいって言ってんじゃないんですよね。全然。その、店舗的な話をしてんじゃないですよね。その書き手が、その、 こう探求していくというか、探索していくというか、もちろんその道しるべは必要で。そうじゃないとロストしちゃいますからね。だからそれはそうなんですけど。うんうん、でも全部流れが決まってれば安心して書けるようにって塗り絵じゃないですか、それは。そう、どっちかっていう <laughs> <laughs> そうなんですよね。そうそうそう。で、プロットはそういうもんじゃないんですよね。っていうことですよね。 うん,うんうん。うん、うわは大事な、大事なことですね。うん、そうなんですよね。そこがちょっと難しいんですよね。その、プロットを、その漫画家におけるプロットの、な,なんですかね、認識というか。うん。うん。なんか怒ることが全部書いてあればいいんですよね、みたいなことを言われちゃったりもするし。<laughs> あの、なんていうか、まずそ、そこで、だからネームの前にそれを提出させる人とかね、その、 ああ、それ無理でしょ。それプロットじゃないですって。うん。うん。かといって、その、何て言うの、何ですかね、こう、じゃあ何なんだ、この読み物はっていうものも困るわけじゃないですか、その。そうです、そうなんです、そうなんです。うん、そこが難しいんですよね。うん。なんかセントラルアイディアだけが書いてあるとか、<laughs> 概,概念の状態で。<laughs> それも別にプロットじゃないからそ,その機能でないわけで、うん、だ今んところプロットという書類そのものがどういうふうなものかというよりは作撃の観点からプロット的思考とかプロット的機能を持った作撃についての話を進めてますね、うん、でこれはまあ前期はもうほぼそっちなんですよねなんでかちょっとそっちの方が重要だからと僕は思ってるからですね優先、はい、としてそのこ,うこれがプロットですって言ってつまり何ですかねあの 一つの正解のようなものになってしまうのが嫌なんですね。その、そそれは別に、そんなのは書き方なんてどうだっていいと僕思ってるんで人によってまちまちでいいと思ってるんだけど、勘どころが抑えられてるかどうかだと思うんで、ね、だから、その勘どころを抑えていくための、策劇上必要になってくる考え方の知識っていうものが、うん、のおそらく、 あの、足りてない方が多いんだと思うので、これは、あの、僕は知識という、基本的には知識より知恵の方が大事だと思ってる人間ですけども、あの、多分その知恵に発展させていくお力は皆さんお一人お一人あると思うんですよ。それは誰も、うんうんうん 誰にも似ててなない能力をみんん持ってると思うんだけど問題はその能力を発揮するために必要な作劇場の知識が多分足りないっていうそうするとそ,それがないとその,さその知識というのがスイッチとしてご自分の中の作家性や個性やあのご自分が武器だとも思ってないで奥のホルダーの奥の方に入っているご自分の記憶みたいなものが連携が取れないとその。うんうんうん つまり気づけないっていう、その、だから外に探しに行くっていうふうになってしまうって答えを。っていうことがまたずっとループしてしまうっていうのを、そうやっぱりね、長くやってると、その、まあ、この講座は3年目ですけども、もう教員自体はかなり長くやってるんですよね、四半世紀ぐらいですけども、ね、あの、 まあもちろんお、一人として同じ人はいませんよ。その同じ問題はないです。本質的にはね。本質的にはないけど、傾向、うん、としては、あの、これは起きがち。うん。で、で、まあ自分もそうでしたというのは、まあ間違いのない事実っていうふうになると、いや、問題の本質はこっちなんだよねっていう気がしてならないんですよね。うん、そうですね。そう思います。 本当に大事な、特にこの前期のね初回のとから今日とか、非常に大事な回だったなと思っていて。そうかもしれませんね。んまあね、うん、いや、なかなかそういうこと自体を考える機会があの日常の中にないっていう方もおられると思います。例えば、はい、作画の話はよくするけれどもと、と例えば仲間がいて。うん 編集者とももやり取りも含めてだけど、作劇について、あのー、議論を交わしたり、自分の中でこう、こう何ですか、こう考えを深めたりみたいなことが、うんまあ、そもそもあまり経験がない、もしくはそういう場がないという方もおられるかもしれません。今日ね、多分ね、大本は最初にいただいた質問なんですよね、多分。その 今日のプロットは。はいはい。そうですね。策劇についてね。そうなんですね。策劇という言葉についての説明を求められたんです。でいや、全然いいんですよ。全然よくて。あの、僕なりに、ああいう答えでいいのか分かんないですけど、思ってることを言わせてもらいました。もしかして、一言で単語で言える答えのようなものを期待されてたかもしれないけど、うん、むしろどちらかというと、もっと概念的なものだと思うので、そうですね、あの、なんていうんですかね、こう、 かこ,こうですって一言で言った方が安心された可能性はありますがそのその瞬間に「作撃」っていう言葉が咀嚼する価値のないものになってしまうのを避けたいんです僕はそのうん、うん、そのみんなそれぞれのその索撃って大きくはその共有している概念があった上で もうちょっと可能性があって、その射程の長い単語だと思ってるから、うん,う,んうん。うん。策撃って言葉自体が。だから、ご自分が策撃って言葉を発した瞬間、もしくは誰かが策撃って言葉を発したのを聞いた瞬間に、何を引き出せるかっていう、ご自分の中で、どういうエンジンが駆動するかっていうことが僕は大事だと思っていて。<laughs> なので、その、一応僕はこういうつもりで使ってますっていう話を、ましたわけです。で、やっぱね、あの時間、 の数分間のあの時間っていうのが、やっぱ僕の中で、こう、ちょっとこう今日の、こう、鳴門のようなね、渦巻きのような、なんか自分の中で動き出してたんだろうなと思います。で、あ、こういうことだったらこっちの方が大事なのかもしれないみたいな。まあそういうことなんでしょうね、多分ねうんね、うん。 そうですねだから講座全体が策劇の答えだったような気もしますしうん本当にプロット講座だないや本当にもうだからまあ <laughs> そこの何ですかねこう有機的な感じというんでしょうかね、うん、そ,うそこを本当ぜひ楽しんでいただきたいですねそのもっと無機質なものの方を,を,を期待してる方も中におられるかもわかんないですけどでも 僕にとって、やっぱり自分の実感として、やっぱりその、すごく有機的なものなんですよね。やっぱその作劇っていうのはね。だから、だから今も向き合ってますし、あの、だからこう、そんなにこう、なんですかね、こう、形より気持ちのものなんですね、やっぱり作劇ってね。ああ<ー>、はいはいはい。うん。で、そこが面白い。で、そこが面白いし、だから同じ企画に向き合っても、 人によって全然違うものになる、うん。同じキャラクターを、まあこれなんかはやっぱり連ドラやってるとよくわかるわけですよね。うんうん、その、キャラクターを踏襲していろんな脚本家を書きますから。そうすると世界観は大きくは共有されてるんだけど、やっぱ違うんですよね。やっぱ違うものが、ね。<laughs> 違うものができますもんね,ね。そこが面白いっていう、そういうのを使いものを、まあ感じるわけですよね。うん 白熱の、なんかすごくいい時間だったなと思って、ちょっとっ。あすみませんね。はい、<laughs> 僕はこういうこと言えば言うほど、吉野さん褒めるしか手がなくなる。あ、いやいや、そんなことない、はい、いやいや、めっちゃ良かったんですよ。よかった、そう言ってるそ,そういうことだよ、と思いながら、そう、なんかワクワクしながら。ならよかったです。うん。いや、贅沢な時間でした。すごく。なかよかったです。うん。まあ、そんなわけで。はい。<の> <laughs> 歩行をを取取りました歩行を取ってください <laughs> それをその受講生の皆さんは <laughs> あの楽しみに待っていていただいてお待ちいただいてはいでそれはそれとして来週はキャラクター論に入ります<来週> <laughs> で例年キャラクターに関しての話は2回にしてるんですけど2コマにし、うんまあ、今年は3コマ使いたいとうん、うん、ということで私がねということでっていうか私がそう望んでお ですね、でそれはやっぱり自分なりにそのここなんだろうなとここ掘っていくの大事なんだろうなとやっぱ思ってるんですね。でそれは同じ話を3回繰り返すわけではもちろんなくてそのいろいろな側面というものを話していくことになるんですけど、あのーまあ、そのための,その下地の話としてその3回で一つだと思ってるんですけど下地の話として来週は。 えー、機能的役割へのフォーカスですね。その。はいはいはい。これはもう非常に重要なことで、その、まあどうしてもキャラクターについて話すと、その信じられる人物とか、えー、生きている人物っていう言い方が、まあよく出るフレーズですね。あの、その、それがその絵であろうと、何であろうと、動物であろうとね、あるいはそのピクサーみたいになんか乗り物を擬人化したものであったとしても、 同じで生きた人間のように扱うまあそれは間違ってないその通りその通りなんだけど気をつけないといけないのがそのどうしてもそのあの特にその仕分けのための知識っていうものが圧倒的に足りてない状態でかつ悩みやすい方、うん、そうこれは、うん、いそうこういう言い方するのはそのそれはクリアできると思ってるから言ってるわけでその僕は その,その人のパーソナリティはそういうもんだと決めつける気は全然ないというかね、むしろそれは思考の仕方の問題であって、必ずクリアできると思ってるからあえてそういう言い方をしますけども、そういう方にとって、この生きてる人間というふうに捉えろ論っていうのは、気をつけないとそ、うん、その、その、こう、思い悩んで、そのキャラクターについて思い悩んでいくと、自分とよく似たキャラっていうね、ものが。はい,はいはいはい。 あの唯一信じられるものだというふうな早がてをしてしまいがちなんですね、うん、その生きている。でね、これは、あのその瞬間、もしうまくいっても、必ずその後苦しむことになるんですよね、僕の知る限り。そのでこ、これはなんとかせにゃあかんで、そのためには、やはり来週の切り口、そして再来週のアプローチ、さら、うん、にその次の週っていうふうなのが今回。 わがままをね、その運営さんの皆さんには、ちょっとキャラクターで3回やらします、ね。<laughs> いやいやいや。申し上げた理由です。うんうんうん、すごいキャラクターだろう。1、2、3ですからね。そうですね。なんか、今自分でふと思いましたけど、引くほど本気ですね。僕、ダメです、ね。<笑><笑>え本気ですね。うん。あの、うん、これ、ダメですね。この,この感じね、うん。あ、ダメですか いや、わかんない。ダメじゃないですか、うん、なんだこいつって感じでしたね、今、ふと。あの <laughs> あ今、今の3回の話ですかいや、まあ、じゃあ、だし、今日。あ、今日か。なんか、こう、いや、お前は教師1年目なのか、みたいな感じになってますよね、僕が。<laughs> <laughs> つまり、こう、なんていうんですかね。うんうん、こう。なんでこんな流せないんでしょうね、あのー、うん、うん。あのね、 ななってるわけじゃないしまあ分かってると思いますけど別に僕全然暗い気持ちになんか一切なってないし今日とかは全然なってないんですけどもなんだろうねあのこうあのすごい僕はそういう意味ではフォーカスしてんのかもしれませんけどもなぞってないんですよね同じトピックを話してても結局そのははい、はいなリメイクになってないんですよね多分授業が。こう うんうん、マインドの持ってき方っていうか、その <coughs> リメイクにはなってないですね。そうですね、なんか初演、<laughs> <ょ> <laughs> 舞台劇でいうと。そうですね、初演っぽいですね。すね確かに。い,いや、なんでなんだろう。なんか、なんかそういう感じなんですね。あの特に今日,<う>今日の感じは。うん,うん、うん そう、だから今日みたいな感じが呼び込まれたのが、もしかしたら初めてかもしれないですね。もちろん細かくはあったとは思うんですけど、割と大きい火事の切り方としての<ー>今日のようなプロットのしし、ねうん、その今日の講義っていうのは、うん、まさにプロット的であるってさっきから言ってるのは、うんますも、もしかしたらその三宅さんの今おっしゃってるその本気だっていうのと、うん、のことと、 もしかしかかたら同じことなのかなの本当に重要だと思ってるからでしょうね。あのうん、うんうんうん。いや、それは、えっと、これ難しい問題で、あの、あの、まあ、一人でも多くの方があの、自分に話してくれてると思っていただけると、本当は一番いいわけです。だけど、実際にそういうふうに、お一人お一人のその背景事情やパーソナリティを理解してるわけではありませんから、100%ドンピシャな話はできませんね。うん、でも あの僕とその人がいるっていう状態で話してるような感覚で行きたいんですよね、なるべく。ラジオとかに近いのかな。で、その時には、そのやはりうん僕自身が自分が言ってることやっぱ信じられる状態でいたいっていうのもありますしで今日なんかはやっぱりその。 うん本当にそう思ってるんですね。やっぱ本当に大事だと思っていてで。で、で、僕がやっぱ悔しいんでしょうね。悔しいっていうのは何が悔しいかというと、その、うまくいかないときに、うん、その、うん、うん、才能っていうものに話が結びつけられがちなのがやっぱ嫌なんでしょうね。その、そこで苦しんでる方をなんとかしたいっていうこともあります。うん、で 僕自身が多分ねあの、なんで今日こんなリアリティを感じてるのかなと思ったら、やっぱりその僕があの当時にジャッジされてた感じが嫌なのかもわかんない、その自分がまだか あの前に高校の演劇部だった時の話を別のイベントでしましたね、あの、この間。うんうん、してました。で、学校、高校入ったら演劇やりたいなと、演劇部入りたいなと思ったら、学校に演劇部がなかったんで、僕が作ったんですね。で、僕が作ったんだけど、僕の態度終わったんですけども。<laughs> で、悔しかったのは、やっぱり、自分で脚本書きたいって言ったんでしょうね、僕。うん,うんうん。顧問の先生に。で、 で,いやでも先生の判断は正しかったと思うけど今は。でもあのお前に書けるわけがないって言われたんですよね。そ,のそれはいいその彼は国語の先生で僕が国語の成績が悪かったから。であの悔しいかなでも当たってる当時の僕は多分心意気やよしと自分でも思うけどまあ書けなかったでしょうね。多分もでも書けないっていうかいいものにはなんなかったかもしれないけど僕は書かして欲しかったんでしょうね。 うんとりあえずそのお前にかけるわけがないっていうのはまあすごく想像するとあの僕が傷つかないようにその苦しまないようにそのそこをストップしてくれたという解釈もできると僕は思っていてそのその残しておくべきだと僕は思っていて僕は簡単に。 あの人を教師としてのあの時の判断を間違ってると今自分教員の仕事してますからね思うんですけどでもそういうつもりはないんですよ、うん、ただあの悔しかったですねすごくうんですよね悔しかったですあのつまりやってみなきゃ分かんないじゃないかって思ったからあのその時にの<で>のそう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 で でやっぱりこの講座3年目に入って Q&A とかで皆さんのお話を伺っているともちろん毎回違う方たちの違うごお悩みなんだけど、うん、あの単純にうまくいってない状態っていうのは、うん、うまくいってない状態でしかなくてそのつまりうまくいってないものが欠けてしまったでしかなくてそれがこの先のものを定義づけるわけじゃないんですよ絶対 <laughs> そう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 は思いますね。 ケースバイケースだし。うんうん、で、今の苦しい、うまく、うまく考え方がわからないっていう状態が、生涯自分のキャラクターなわけじゃないんですよ。結局、そのキャラクターっていうのは、作劇でもそうですけど、変わっていっていいんですね。その、う出来、うん、事とかエピソードとか、別のキャラクターとぶつかったりすることで変わっていいんですよ。絶対。それ、それはもちろん、急に何もないのに、別人のように、シーンによって都合よく変わるってのはダメですよ、そら。 え、それはギャグでやる場合は、あれでしょまた別ですよ。その、テヘペロみたいな、そ,そういうのはまたありだけど、<laughs> それはギャグだから、多分でも、人間も同じで、変わるんですよ、絶対。うん。うん、うん、うん。で、それを自分自分っていうふうに自分の方にフォーカスして、自分の方にカメラを向けるざるを得ないような心理状態になると、その、変わってったり、自分の中で気づいてったり、 アクションを起こ自分自分って。うん、でそれはとっても苦しいこととっても苦しいし周りからするとあのコミュニケーションを拒絶してるように見えるし、うん、誰かが良かれと思って関わろうとしているのに否定されたように相手は感じたりするというような感じでこう非常にこう何て言うんですかねもったいないな感じが起きてくるんですよ、うん、で僕はそこを何とかしたいんです多分。だ で、ご縁がある方々だと思ってるんですよ、授業を受けてくださってる方々は。お顔は存じ上げませんよ。あの、うんうん、なんていうのこうペンネームだったりするから。はいはい。そうですね。んと書き込まれたりするときも。だから、わからないけど、分かったつもりにもなっちゃいけないと思ってるけど、でもやっぱご縁があって、こういう形で授業を受けてくださってると思うから、やっぱその方が、その、今うまくいってな、ね、い自分が、うん 全身ありのままだと思わないで、しいんですよねそう思わせちゃ絶対ダメだと思うんですよ、僕。やっぱりあの、やっぱりお前に書けるわけがないって言っちゃダメなんですよ、やっぱそういう意味では。その、書こうとして苦しい思いをするのをかわいそうだと思ってくれたんだとしてまあ、そうかどうかは知りません。だけど、でもやっぱり、書いてみたいなっていう気持ちが、 立ち上がってるんだったら書いた方がいいですよね、やっぱ。うん、うん。思います、思います。で、今、多分授業を受けてくださってる方はいろいろ先にメッセージを僕宛に書いてくださって、その中には自分は書いていいんだろうか、書きたいんだろうかっていうことを自問する段階まで来ちゃってる人もいるわけじゃないですか、苦しくて。で、これはすごい辛いと思いますあの。ものすごい辛いと思います。で、で、いや、そうじゃないよ。書きたいんだよと。 書いてみたいなっていうところにやっぱりあのー、まあちょっとおこがましいかもしれないですけど連れていきたいんですよやっぱそのうん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 たと <laughs> えですけど手を引いてその場にい、ね、て絶対にそのその場所にその場所がどこか分かりませんよだけどその場所だから見える景色っていうのが絶対あるはずで今見えてる景色が世界だと思わないでほしいんですよねそのうん、うん これをずっと見続けなきゃいけないと。こう、こういう状況に自分は、この闇から出られないんだってことは絶対ないと。それはなぜならば、人は変われるから、必ず。で、それが実は作劇のプロットの本質だと思ってるんですよ。<laughs> <laughs> そうですね。いや、まさにそうですね。<laughs> そうなんですよ。だから、その、もしかしてこの動画だけご覧になってる方は、なんで三宅そんな熱くなってんだと思うかもしれないけど。<laughs> いや すごい大事なこと大事なことなんですよ。うん、そうなんですよ。そうそう,そう,そう。だから、<laughs> ついてきてくださいっていう。そうだ、そういうことなんですよ。すっごい大事なことが、だから今日の講義の中に起きたし、その背景にあ,あるものが、三宅さんの中でいろんなものが渦巻いて,てることもあるし、うん。なんだと思いますね,、うんねうん。だから、そういうことなんでしょうね。うん、えねえーね いや、もちろんご心配なさらなくても、いつもこういう感じなわけじゃありませんよ。もうちょっと、ふにゃっとした日もあります。<laughs> でも今日は、いや、こういう、なんていうんですかね、こう、生感みたいなものもね、あの、AI じゃないんでね。<laughs> <laughs> そうですね。AI 見分けじゃないですからね。AI 見分け、AI の動画ばっかり上げてますけど、ね、<laughs> あれもどうかと思いますけど。まあ、でも、えー、大事だと思ってるんですけど、あれの話もいずれ出ると思うんですけど、うん 結僕が最近 AI の動画っていうのをよく作ってる、もしくは AI の話をよく吉野さんとしているっていう最大の理由は、人間の仕事を脅かすよねなんて話をしてる、したことは一度もないですよね。そんなないですね。全然ないですね。ないです。むしろ、だから最終的には僕は受講されてる方にもお勧めしたいんだけれども、今日のサブテーマは、 自分が描きたいものにどうすれば気づけるのかっていうサブテーマで、今ずっと話してきた話もそういうことですね。す AI がまさにその答えになる。で、それは AI が正解を出してくれるのではなくて、AI と向き合うことで気づくんですよね。そう。こっちがね。ここなんだ。ここ,、うん、こ,こがすごい気も。だから、僕は、あの、相棒のような存在だと思うし、あの、なんて言うんだろうな。あの、 まあ、いる人によっていろいろな言い方で壁打ちがしやすいって言い方をする方もいらっしゃる。で、いろんな言い方がある。僕はでも、例えば変な話、AI と向き合ってると、AI とその、例えば YouTube に上げるやつを作ったりしてると、もう常にずっと気づきの連続なんですよね。それは、彼なのか彼女なのかわかんないけど、AI ちゃんが、その、出してくるものが、あのー、ああ、素晴らしい、それいただきますってことはまずないんですよね。<laughs> どちらかというと、あの、いや、そういうことじゃないんだよっていうね、その、AI に突っ込むわけですよね。そう。そういうことじゃないんだよ、みたいな。で、あ、で、そういうことじゃないってことはっていうことなんでしょでそ、それが自分の中に気づきとかひらめきとして出てくるんですね。あ、ああ、でも、それで思ったけど、yes and っていう感じで、あ、だったら、 例えば、じゃあこういうことだったらどうなのみたいな風にプロンプトを打ちうん、うん、さらにこちらが一回こう、こう分岐した方に乗っかった流れの、さらにその先の道を延長しようとするものを出してきてくれるんですよね。で、なるほどね、分かった。じゃあ、だじゃあこうだよねっていう風うに、こう本来は想定してなかった道っていうものが、向かって。 っていくワクワクみたいなものを AI とのやり取りの中で、もうあの今 10, 10本か20本、はい、のの AI の動画上げてますけども、毎回感じてます。毎回何度もその体験をしてます。うん、とても僕は、あの今、あのー、ある種人柱的にサブスク入りまくって AI 使いまくってるんですけど、<laughs> これはおそらく今回の 今回とかこの授業をずっと受けてくださっている方々、その、あの、ずっとっていうのは一気からっていうこととは必ずしも限りません。その、この授業を選択してくださっている方々もですし、うんうん、僕らの本を読んでくださっている方もそうだし、僕が特に重要だと思っている、その、窓辺系と呼んでいる人たち、才能ないってすぐ思い込まれてしまいがちなんだけど、で、その人たちが、じゃあ、アマチュアのソフトストーリー派になりましたと、ね、その、こう、 訓練積んででってなりましたのアマチュアのソフトストーリー派がぶつかる壁というのもある、ね。それをなんとかしたいのを上級編で書くっつって今書いてるわけじゃないですか。で、うんうん、それを、そことすごくつながうんんうん,うん、うん、で、あのー、実を言うと、そのある自制心もそうだけど、ひらめきであったり、いろんなものを AI との,そのコミュニケーションだとあえて呼びますけども。 の中でびっくりすするぐらいい気づきが多いんですよねそれはどうしてもその停滞しがちなその窓辺から街はソフトストーリーなんでまあその日本の業界事情もありますよねそういう人が考えたオリジナル企画っていうのはまず通らないどうしてかっていうと日本のソフトストーリーで映画館でやってるものの90%以上は監督が自分で書いてるからですね脚本、うん。 でしょうね。で、で、まあ、その方がいいんですよ。確かに。だって、それは撮る人がイメージできてるものを書きゃいいんだから。でも、そうすると、じゃあ、ソフトストーリー派の人は監督も絶対しなきゃいけないわけっていうことになってくるわけですよね。うん,う,んうん、うん、うん。ってことになっちゃう。で、いや、ちょっと違う道があり得るよねっていうふうに僕は思っていて、で、そこに、実は動画生成っていうのは、まあ、詳しくは、まあ、これ、こんな話して出すと長くなるし。<laughs> あれだけど、その僕はここがすごく肝だと思ったんですよ。あの重要な、そのあ大変なゲームチェンジャーが現れたぞって僕は思ってるから、まあこの話多分ついてくる人少ないと思う。多分ねあの <laughs> 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 なんでってなんでよって思う人多いと思うんですよ。で、僕が上げてる動画にもそういうニュアンスを感じないよっていう方も多いと思うんです。<laughs> でも、これは今、今、一番新しい状態でどんどん実験していくっていうのはすごく大事なことだと思ってます。あの <laughs> それが多分あの、いざという時に、例えば上級編を出す時とかに、その、 読者はね、窓辺からアマチュアソフトストーリーをやるそこからプロになろうとしてる人たちですね、その歴史を積んできた方たちをメインターゲットに考えますよねってことになったときに、その人たちのある飛躍、こうある思想、思考の飛躍っていうものがにものすごく影響を与えるというか、非常にポジティブな影響を与える、あの重要な見方になるというふうに思ってます。うん まあこれ以上喋ると吉野さん多分取っとけと、それは。そうね、ん。そうね。それ、そこそれは、じゃあ、そう思ってんなら、それは状況に変に書いて言ってる話で。<笑><笑>でも、そのぐらいな、こう、意識を持って三宅さんはやってるからってことなんですよ。だから、その AI 動画面白いよねっていうところも、で、いいんと思うんですけど、なんか、そこにすごい深いものが今、立ち上がりつつあるんだなっていうのは、非常に。 <laughs> と僕は思って。<laughs> 思ってる宮家さんが思ってる。僕は思ってる。僕は思ってる。だから、うん、僕は、その、なんていうのあの、うん、なんていうのかなど,どうしても窓辺出身とか、町、ま、の、あ、ソフトストーリートの人は世の中はもう暗がりだとするの、夜明けは来ねえんだって、思う。その全体とか構造的な業界のこととかで思う、そう思うんですよ。で、 で、早う上級編出せだと思うんだけど、僕は、でも僕はなんかすごく不思議でね、あの、夜明けは近いぜよと思ってんですよね、その。僕はね、あの、意外と別方向から対話が出始めてる気がする <laughs> <laughs> あれって思ってるんですよね。あの、ちょっとこれ、あのー、 つ,つまりかつてのルートとは違う何かが別の道が立ち上がり始めてるよねっていうふうに、ん、スーパー前向きに捉えてます。<laughs> それをね何かなんか,なんか形に、ね、したいですよね、どん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 。そう思いますね。うん、まあそういうような話も、まあ、この今回の授業には多分出てくると思います。あの 多分、自分の中ですごくホットな話題でもありますし、あとだ、やっぱり皆さんの書き込みとかいただいたメッセージ読んでると、まあ、遠からずかなと思うんですよ。僕、や吉野さんがずっと言ってきた、あのー、うん、こういう方をなんとかし助けてさせてけた,たいと、うんうん、お役に立ちたいって言ってる相と大きく分離はしてないと思うんですね。あのー、木、うん、の方々も。だから、だとしたら、今気づいてることっていうのは、なるべくお伝え、最新、うん 最新ニュースじゃないけど最新, <laughs> 最新の三宅さんニュースみたいな。みたいな感じでそのめ目の前の今,今実はこれはすごく、うん、あの助けになるんじゃないかヒントになるんじゃないかっていうような話はしていこうと思ってます。めちゃくちゃ楽しみですね。だから最新技術がそのプロットっていうそのね中あのその講座の中で感じられるっていうのはなんかこうすごくまたそれも面白いなとも思ってますので。 そうですねなので、うん、もし迷われてる方、実は言うと、まだ、今もう2回目終わって、今日話してて、わなんかそんな濃い中身話しちゃったんだったら、出遅れちゃったっていうふうに思ってらっしゃる <laughs> おられるかもしれないですけど、アーカイブ視聴ができるんですよね、この授業。そこがオンラインのもう最大のいいとこです。いいとこだと僕は思うんです。もうわれわれみんなそう思ってるんで。で、えー、なので、そういう意味では、実はまだ間に合いますよね。まだ間に合います。<あ>うん、まだ今日は、えっ、ー、と、10月の12日ですけど、あのー、うん、えっと、1回、 1>, 1回目のアーカイブは、えー、3週間、えー、特別に見れるようになっています。基本は2週間各回あのアーカイブがあるので、なのでまだあの1回目からアーカイブで参加できます。1回目、2回目アーカイブで参加して、3回目から、えー、リアルで例えば参加するとか、3回目以降もアーカイブで参加できる。 あの本当に、あのもしご興味おありでどうしようかなと思ってらっしゃる方、まあ、いろいろなご事情がお一方お一方、当然終わりだと思うんですが、そうですねあのー、ぜひね、あのもしご興味おありであれば、ぜひぜひ一緒にはい仲間に加わっていただけたらと思います。今日の今日ののだからこの放送後期見て、三宅さんのねその今のこう熱い思いとか、さっきもおっしゃっていただきましたけども、ねなんか共感するものがあったり、なんかピンとくる人がいたんじゃないかなと思うので。 ぜひぜひ。あの概要欄に PTX のリンクを貼っておきますので。まあ吉野さん、付き合い長いからもうお気づきだと思うんですけど、えー、私、さっきまでの暑さが急にこう今いなくなって寒い状態になってますね。あのこうちょっと急に、あれ私、<laughs> <laughs> <laughs> あれ私何してたんでしたっけ、そのあれあれってあれあ、私は一体何をしてたんだろう <laughs> っていう、そ,のそうだ、生はけたみたいな状態になってます。<laughs> 急激には気恥ずかしい状態に <laughs> あの付き合える長吉野さんを気づきるために。気づきましたね。<laughs> 今、三宅さん照れてるなて。早く終わんねえかなと思って。早く終わんねえか終わりましょう。ワードがよろしいよう、ね、で。ワードがよろしいよう、ね、で。 どうもお疲れ様でした。<え>いやいや、お見苦し<え>いやいや、そんなことないです。いたいよいごい,い,いお話ありがとうございました。また何か <laughs> また今、今後とも皆さん、<laughs> 今後とも皆さんよろしくお願いします。おきおます三宅隆太さんでした。<laughs> 恥ずかしい <laughs>